巷にはね、よくマンネリ防止法とかセックスレス解消法みたいな感じで、下着を変えるとかシチュエーションを変えましょう、ラブホテルに行きましょうみたいなこと書いてあるんだけど、こんな甘っちょろいことで解消できてる人いる？こんにちは。我慢汁をたくさん出す男は我慢強いのか。シミケンです。よろしくお願いします。どういうことですか？どういうことですか？我慢汁をたくさん出してる男っていうのは我慢強いんですかね？どうなんですかね。これね、結構僕悩んでんすよ。鶏が先か卵が先かみたいな感じで、我慢できてんのかなっていうね、そういう疑問で僕は言った次第です。ちなみに僕は我慢汁がよくわかるように男優パンツは全部グレーにしてますから、グレーだと我慢汁がねよく見えるんで。ということで今回はマンネリ防止法です。巷にはね、よくマンネリ防止法とかセックスレス解消法みたいな感じで、下着を変えるとかシチュエーションを変えましょう、ラブホテルに行きましょうみたいなこと書いてあるんだけども、こんな甘っちょろいことで解消できてる人いる？マッサージをしましょうとかさ、います？いや、実際にレスになってる人、マンネリになってる人、これで解消した人っていうのはいるのか僕は知りたい。で、これはね、解消方法あるんです。そのがっちりした本気の解消方法っていうのは僕のノート、セックスレスを解消する方法っていうのが書いてありますので、よかったらそれ概要欄の方に貼っておきます。どういうことが書いてあるかっていうと、そんな生っちょろいこと書いてません。マジでお医者さんに聞いたりとか言うよっていう、を飲んでとか出したりとかしていくとか、そっち系の話ですよ。あとね、の中でも性嫌悪をなくすっていうやつが書いてあったりとかね、こういうの飲んでください、こういうことやってくださいってすごい書いてありますから、やばいですよね。ということで、まあガチ系はそっちのノートを読んでもらったとして、 YouTube では最近面白いことを聞いたので、それで解消できたらいいんじゃないかなと思って紹介したいと思います。それはよく雑誌とかネットで書いてある場所を変えたらいい、ラブホに行ったらいいっていうのは結構ね、コスト的にも手間的にも大変だと思うので、押し倒された時の天井の色を変えてしまいましょうというところに目をつけました。ベッドに押し倒された天井がいつも一緒だからマンネリするんですよ。ということで僕ね、Amazon で面白いもの見つけたんです。調色できる LED シーリングライトっていうのがあってね、ちょっと照明一回落としましょうか。ちょっと暗いかもしれませんが、最低限の電飾というか、もうここしかついてないですよね。照明全部落としました。こんなね、リモコンがあります。これをこれどうすか、見て。おお、色が変わるんすよ。だいぶイメージが変わりますね、これは。これ変わるでしょ。いや、最初つけた時はなんかオランダのアムステルダム感があって、すげえ飾り窓感あるなと思ったけど、意外とね、やっていくとテンション上がるんです。何色あるの？これ12色ありますね。俺がつけたいのはこれだわ。おすすめのこれ、今ピンクなんですけど、皆さんライトトーナス値というのを知ってますか？ライトトーナスっていう言葉があって、これはね、光や色によって引き起こされる筋肉の反応、緊張や興奮を数値化したものっていうのがあるんだよね。例えば赤っていうのは見ると興奮する色と言われてますよね。なんとか戦隊、なんとかレンジャーの隊長はやっぱり赤ですし、シャアもやっぱ赤。赤はもうリーダーシップ性もあるし、興奮する色と言われているので、例えば身につけるものに1個赤いものを入れるとリーダーシップ性が無意識に出てモテますよみたいなことを僕はよく言ってるんですけどね。赤っていうのがこれライトトーナス値42。で、次に橙色が35、黄色が30とか、こういうのがあるので、それに合わせて音楽をうっすら乗せる。例えば赤だったらちょっとアップテンポの曲とかラテンっぽい曲を薄く載せるんですよ。だから見た目の天井の色とちょっと聴覚、耳でうっすら載せることによってマンネリを防止しようじゃないかというのを僕考えました。このね、調光調色できる LED シーリングライトってのは、まあ、6000円ぐらいなんだけども、マンネリが防止できるのならばとかね、気分転換できる、あと話題性とか面白いものに手を出してみるっていうの、これものすごくいいんじゃないかなと思っておすすめでございます。概要欄の方リンク貼っときますので、よかったら見てください。
ということで、マンネル防止法って言ったらまだまだあるんですけども、例えばね、させるといいですよ。は結構マンネリ防止法の鍵になってきたりとかする。まあそういう方法はノートに書いてありますので、よかったら見てください。そしてこのチャンネルは皆様のご好意によって成り立っております。スーパーサンクスという機能がありまして、この辺でしょうかね、スーパーサンクスというのを押すとこの金額が出てきます。本当に皆様のお気持ちで成り立っているチャンネルです。いただいた方には僕から個々にありがとうございますの動画メッセージをお送りしようと思ってますので、もしよかったらポチしてください。ということで、また何かありましたらリプの方を書いていただけたら動画にしたいと思います。さよなら。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。ここのチャンネル登録ボタンっていうのをポチッと押すだけでお金も時間も一切かかりません。わかりますよ、僕のチャンネル登録恥ずかしくできない、デートの時にね、チャリーンチムケンチャンネル更新しましたってまずい雰囲気流れる。いや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 、でもね、お願いします。管理画面で見ると未登録者数が 70%。 チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションも目標も上がって、みんなに有益な動画を作ってきますので、ぜひチャンネル登録ここポチッとよろしくお願いします。